警告。パフォーマンスはプロが行っています。自分のレベルに達してない技は危険なので真似しないでください。どここれ？どういうこと？車で寝ちゃったのかな？ヘルメット隣に置いてある。え？もしかして？マチーをプロキックボードで走行っていう動画かな？もしかして。多分タイトル名今間違えました。はい。今、現在の時刻が2時12分。よし、ここー！で、今日は3月の、ちょっと待ってくださいね。今日は3月の15日。今日投稿します。はい、ということで、行きましょう。ここの道すごいんですよ。めちゃくちゃ車みんな止めてる。しかも見て、ハロー見えるかな。前も言ったんですけど、皆さんのおかげで僕行ったことないところをね、すごい本当に行けるんですよ。なんか公園探したくなってきました、最近本当に。名古屋城公園北漢字読めません。なんで円と円が隣にある北円案内所、ようわからないけど行ってみましょう。ここランニングコースになってるかも。一周しようぜ皆さんで、レッツゴー。いやー最高、超気持ちいい、いいですね。なんかありそうだけどあんまない、見た目だけでした。あった、なんか面白そうなのあった。え、何、ゲートボール場、ゲートボールだ、すげえ。取れることを祈る。11段マニュアルで降りたの初めてです、イエーイ。はい、今日天気めちゃくちゃいいし気持ちいい。なんかクータ最高だ。しかも名古屋やっぱ最高だ。ウォーからのほうほう、スクーターあるある行きます。やべえ、体が震えすぎて感覚がない。お、なんかありそうだぜ。え、お花畑、フラワープラザ。お、猫もいる、すげえな。いいねいいねいいね。お、なんかトンネルじゃないけどトンネルっぽいもの。いやいや、ここの公園人が多い。平日ですよ、今日火曜日、確か火曜日。何これ、面白い、すげえ。なんだこれは、すごくない、開いてんかな。もちろん閉まってます。いやいやいや、テントがあるんだけど面白すぎでしょ。しかも何これ、なんか面白いスポット見つけた。お尻もちゃんと見える、面白いな。テントがあるのはちょっと鼻で笑っちゃった。誰か住んでるのかな。え、誰か住んでそうだけど、まあもちろん入れません。あるんかな。あ、しかもさ、皆さん見てください、行きますよ。名古屋城がこっから見えるんですよ。見えるかな、どうだろう。いやー見えないかも。ちょっとならインスタストーリーで載っけるんで、皆さん僕のインスタフォローお願いします。はい、ということで、思ったより公園は大きいんですけど、なんかスクーター乗れる場所とかはあんまりなさそうですね。結構草とかも多いし、まあ、でもなんか気持ちいいです。歩くだけで気持ちいいです。おーすごい、こんなに鯉がいたとは。ハトポッポもいる、ヤッホー、かわいいね。逃げないしこのハトポッポ。はい、ということで、せっかくなのでこの橋でちょっとフラットトリックやっていこうかな。誰もいないし、映ってることを祈ります。
ちょっと距離ありますね。もうちょっと近くでやりますね。最近やったバーツイストのハウツーやったんで、次やりたいハウツーのリストもやっちゃおうかな。よいしょ。なかったことにしてください。なかったことにしましょう。なかったことにしましょう。今日は暖かくていいですね。そうですね、写真じゃなくて動画撮ってます。はい、天気本当にいいんですよ。今日な乗りますね、せっかくなので。次乗らなかったら YouTube やめます。今次の穴があったら YouTube やめますって言ったらやっぱ気合い入りました。皆様のためにこれからもいっぱい動画投稿していきたいと思います。いいえ、あと2個ぐらい技やりたい。あー恥ずかしい、お腹すいた。しかもよし、映ってることを祈っていきましょう。このスポット意外と良かった、気持ちかった。バイバイ。まださっきの鳩、あ、もういない。はい、ということでもしかしたらもう何もないかも、何もないかもしれないんですけど、まあ、とりあえずぐるーって回って終わりにしたいと思います。この階段今上がってきたらなんかまあ一応降りれるところあります。プールがあるんですね、この公園。はい、ということで最後までこの動画を楽しんでいただきありがとうございました。この公園なんですけど100点中どうしよう、この大きさにしては、ちょっとスポットが寂しかったので、100点中ぐるるるる25点でした。でもあの天気がいいしいろんな人いたので、まあそれは良かったかなと思います。はい、ということで次の動画でも、皆さんお会いしましょう。いいね、コメント、チャンネル登録忘れずにお願いいたします。バイバイ。